主人公を導く真のヒロイン NZ666 クシャトリア。 NZ666 クシャトリア通称4枚羽は機動戦士ガンダムユニコーンで登場する機体です。ネオジオン残党軍袖付きの強化人間マリー・ダクルスが登場し、物語の重要な導き手として主人公バナージ・リンクスが狩るユニコーンガンダムの前に立ち塞がりました。そして物語後半で中破した後、ネールアーマまで応急処置が施されてクシャトリア・ベッセンルヌとなり、さらに補修された姿クシャトリア・リペアードとなって再び戦場に舞い戻りました。今回はそんなクシャトリアについて解説させていただきます。正しい戦争なんてない。でも正しさが人を救うとは限らない。宇宙世紀0088によきた第一次ネオジオン構想において、グレミー・トトが率いるジオン軍はクイーン・マンサを戦線投入しました。クイーン・マンサはダブルゼータガンダムなど他の機体の2倍ほどのサイズではあるものの、超高火力に加えて高い機動性を誇り、後方両面で他の機体の追随を許さないというネオジオンの最終兵器でした。クシャトリアはそんな超高性能機体であるクイーン・マンサの大火力をそのままに一般的なモビルスーツの機体サイズで実現するべく開発された機体です。当初は小型化に難航していたものの、宇宙世紀 0090 代に開発されたサイコフレームが導入されたことによって小型化に成功しました。なおクシャトリアを運用したのはフルフロンタル式化のネオジオン残党軍袖付きですが、袖付きはサイコフレームを製造する設備を持たず、クシャトリアを再整備するための物資も実力もなかったことから、結果的には破損時の修復も難しいワンオフ機となりました。なお劇中では中破後の機体を見分したアナハイムエレクトロニクス社のアーロン・テルジェフからクシャトリアのサイコフレームはかなり古いタイプと驚きとともに評されており、ガンダムパーフェクトファイルやモビルスーツバイブルによると、第2次ネオジオン構想時にアナハイムエレクトロニクスから提供された試作品が用いられたとされています。サイコフレームは G ドアーズによって検証され、後にサザビーに搭載された素材ですが、もしかすると今後機動戦士ムーンガンダムでクシャトリアの開発と話がつながるかもしれません。クシャトリアは小型化という課題を解決するため、コックピットブロック周辺にサイコフレームを採用して最古機の小型化を行い、さらに4機のバインダーに複数の機能及びジェネレーターを集約搭載させています。こうしてクシャトリアは小型機ならではの高い運用性を獲得することに成功しました。なおクイーン・マンサの頭部はデュアルアイ方式でしたが、クシャトリアはゲルヌーに近いモノアイが採用されています。クシャトリアに搭載された特徴的な4機のバインダーにはさまざまな機能が搭載されました。まずここにモビルスーツ本体並みのジェネレーターを装備しています。これにより豊富な火力のエネルギー源となっています。スラスターを多数内蔵している上、バインダーの動きによる方向転換、いわゆるアンバックシステムも兼ねているので柔軟な動きが可能です。またメガ粒子砲を内蔵しているので高火力の攻撃が可能であり、さらにメガ粒子砲を変更させるためのアイフィールドジェネレーターも内蔵されているので、ビームを屈折させて雨のように降らせることが可能なほか、劇中ではビームサーベルの攻撃を防ぐ様子も見られます。バインダー内側には先端にサブアームが取り付けられています。小型ビームサーベルも内蔵しているので、接近戦で意表をついた戦い方をすることが可能です。またバインダー1枚あたり6機のファンネルを収納しており、全部で24機ものファンネルを搭載しています。バインダーに収納することで再充電が可能です。なお同じファンネル搭載機と比較するとキューベレイやキューベレイマーク2はファンネル搭載数が10機なのに対して、量産型キューベレイやクイーンマンサは30機搭載しています。このようにクシャトリアのバインダーはクシャトリアの攻守機動の全てに貢献するものになりました。さらに本体にも多数の武装を備えています。本体側の武装としては、まずクイーンマンサから引き継いで搭載された胸部メガ粒子砲です。剣4門が搭載され拡散メガ粒子砲として機能しています。また拡散メガ粒子砲の両側面には唯一の実弾兵器としてマシンキャノンが装備されています。なおピクシブによると、本体側武装としてメガ粒子変更機が搭載されており、コックピット周辺を防御することが可能となっていますが、モビルスーツバイブル、パーフェクトファイル、機動戦士ガンダムユニコーン、メカニクス&ワールド、電撃データコレクション、機動戦士ガンダムユニコーン、コンプリートアナリシス、モビルスーツ全集では、アイフィールドジェネレータが搭載されているのはバインダー側であり、本体側には搭載されていません。もしかすると、特定の文献でのみ本体側と記述されている情報なのかもしれません。腕部には、ビームサーベル兼ビームガンが収納されています。収納した状態で射撃に使用するほか、接近戦では取り出してビームサーベルとして使用します。その他には、小説版で最終決戦の際にのみ、ビームガトリングガンを使用しています。アニメ劇中では、クシャトリアではなくユニコーンガンダムが使用しているほか、クシャトリアリペアードが装備している兵装です。クシャトリアはファンネルをはじめとする多数の火器を完成することから、操縦が非常に複雑なので、クシャトリアを扱えるパイロットは強化人間のマリーダのみとなっています。劇中ではインダストリアルセブン強襲時はネールアーガマの部隊を次々と撃破しています。さらにデブリ宙域に避難したネールアーガマを避難児たちと共に襲撃し、ユニコーンガンダムを鹵獲することに成功しました。その後パラオ攻略戦では脱走したユニコーンガンダムを捕らえる任務を遂行しますが、デストロイモードとなったユニコーンガンダムの性能に圧倒されて大破し、ネールアーガマに収容されます。こうして大破したクシャトリアは小説版では最終決戦に向けて修復されていきますが、アニメ版では新たな名を冠して修復されることになります。それがクシャトリア・ベッセルングです。優しさだけでは人は救えない、罪も汚れも消せないから。ドイツ語で回復を示すベッセルングの名を冠したクシャトリア・ベッセルングはユニコーンガンダムによって破壊され、ネールアーガマへ運び込まれたクシャトリアを袖付きの偽装貨物船ガランシェールのモビルスーツ整備士であるトムラたちが修復した機体です。修復といっても、左腕は肘から先が失われており、右足は膝から先がフレームのみで、コクピットと頭部内フレームが露出しており、さらに胸骨が粒子砲は左右各1門ずつが塞がれており、バインダーも左右1枚ずつしかありません。さらにファンネルは全て失いました。そのため回復というよりも不要なパーツを排除しただけに見えるこの機体ですが、劇中では潜入してきたローゼンズールを食い止めるのに一役買っています。その後ミネバ一派がネールアーガマとの共闘を選択した際に回収されたのがクシャトリアリペアードとなります。お父さん、わがままを許してくれますか。許す。クシャトリアリペアードは左腕の肘から先にはユニコーンガンダムのオプション兵装ハイパービームジャベリンを接合し、右足には直接ビームガトリングガンを装備し、欠損した後部の2機のバインダー部分にはギラズール用の大型プロペラントブースターを転用するといった現地補修が行われました。また手持ち武器の3連装シュツルムファウストを持つほか、ファンネルの代わりにシュツルムファウストの弾頭をファンネルに接合してミサイルとして使用するといった後年のCGなどが持つファンネルミサイルに近い運用方法も取り入れられています。バインダーが減ったことで搭載武装は減少し、ジェネレーターの出力も低下しましたが、ブースターを搭載したことによって総推進力は元のクシャトリアを上回る数値となっています。補給部品のないワンオフ機がゆえの継ぎはぎで回収された機体ではありますが、劇中ではバンシーヌルンのアームドアーマー BE や右足を破壊するという活躍を見せつけています。落ち着いて周りを見渡せばいい。世界は広い。こんなにたくさんの人が響き合っている。アニメ版と小説版で少しずつ異なっていますが、劇中でマリーダはガランシェール隊の一員としてクシャトリアに登場して、インダストリアルセブンでのラプラスの箱を手に入れるべく作戦に参加します。スターク・ジェガンと交戦して撃破するなどの戦果を挙げますが、 NTD を発動したユニコーンガンダムに圧倒されました。しかしユニコーンガンダムの捕獲に成功してからは徐々にバナージと心を通わせていくことになります。その後2人はパラオ攻略戦で再び相まみえることになります。互いの立場から引くに引けない2人は戦いを繰り広げ、ユニコーンガンダムのサイコミュジャックによりクシャトリアはファンネルのコントロールを奪われて撃墜寸前まで追い込まれるも、マリーダの悲しみを知ったバナージは攻撃をやめるのでした。マリーダはもともと L キープルの12体目のクローンプル12というコードネームであり、量産型キュベレイで戦いを強いられる運命でしたが、単独で逃亡し商館へ売られたという過去を持ちます。それにより身体は著しく破壊され消耗しきっていましたが、ジンネマンに養女として保護され、ジンネマンからマリーダの名をもらい生きていくことになりました。クシャトリアを破壊されてからはビスト財団によって過去のトラウマである量産型キューベレイを見せられ、自分がマリーダではなくプロ12であると洗脳され、バンシーに登場することになります。その後ジンネマンに救出され、最終決戦の際にはバンシーノルンとリディを食い止め、多くの者たちの心に力を与えていくことになるのでした。余談ですが、マリーダは落ち着いた性格で、バナージを含めた多くの登場人物たちを導くキャラでありつつも、アイスクリーム好きという意外な一面を持っていて、真のヒロインと呼ばれることもあります。しかし、漫画版機動戦士ガンダムユニコーンバンデシネでは、ダカール戦の後にプル12としてバンシーに登場して現れるマリーダのワンカットがあまりにキャライメージとかけ離れているので、ネタにされてしまう一面も見受けられる人物となっています。マリーダさん、好きな食べ物は何ですか？アイスクリームかな。今回はこれで以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。